松明の明るさなんて高橋出てるの松明を頼りに2キロぐらい離れてる人にさ松明を頼りにって言って見えねえんだから。あー赤いのあ、違う、あれスパイダーマンだちょっと祭壇みたいになってますけど多分松明をはい、OK ですで、そしたらまたちょっと壁をもう一段作りましょう。これ一段だけだとゾンビ入ってこれちゃうんですよ。え、あ、なんと あ、なんかほらはい何ちょこちょこで、もう一段この上、あ、そうですね、松明、まあ置きすぎちゃうと壁が置けなくなっちゃうんで。あー、そういうこと。はい、そこもあるんで。なんだ、まあ、とりあえず、じゃあ空いてるところに石を置いていきましょうか。二段目に。もう夜だと本当自分どこにいるか分かんないですね。ありがとうございます。あー、OK です、OK です。あ、OK です。ね、あれじゃない、もうほぼ、ね、ほぼ無敵状態です ね、これで。あ、OK です。あ、いた、なんか俺が見つけてもしょうがないんだよ、はい。え、でももうここ置けないし。あ、じゃあ松明壊してます一回。すいません、これもあのこの俺がやんの。ほんのり明るいとこじゃん。そうです、僕ちょっとカメラマンなんで手出せないんです。ルールは破るために。お、すいません、破りましょう。ちょっと怖いんだ上の人たちがさあ、着きましたけども、R2 ですね。危ない、中来たよ。危ない危ない、中来たよ。あれ、何、拠点を荒らしに来た。あ、俺に任せろ。あ、お願いします。なるほど、カメラマンに攻撃をしたね。なんだよ、あの、こいつ、こいつ、ほら。あー、さすが、ありがとうございます。さすが、斧が強い。なるほど、じゃあ早めに壁作っちゃいましょうか。あ、これどうやってでもさ、松明をさ、回収するんですか。松明に十字キー合わせ、長澤さんどうします、一回そのカーソル合わせ、はい、されます、R2 をどこだ。あ、OK です、ほら、すぐ簡単に。あ、OK です。溶岩は見えるのよ、ほら。あ、溶岩ですか。バスコが、あ、なんか俺つまりくりられましたね。溶岩か、そう、さっき僕がいたとこですよね。でもそこでちょっと自分で溶岩で自滅しちゃったんですよ。オッケーです、そうですか。ね、だったら俺こんなに松明置くんじゃなかった。そうですね、早めに俺が言っとけばね。え、はい、回収できたんで。拠点から溶岩って見えんのか。こんなに松明置くんじゃなかった。全くそんな協力体制を敷いてくれないっていうかさ、まあ、1個なんか見つけるためのその協力する気持ちみたいなのが欠けてるから。もうそっちがそう来るなら俺はこっちで拠点だって、そっちが本物の拠点だって言い張るし。ちょっと待ってくださいね。結局おのおのの拠点になってしまう。そうそうそう、まるでだってそう、協力する気持ちがないからあいつらに。だったらもう分家して俺たちがそうですね、そうなってくる。だから僕はもう長澤さんについていくしかないですよ。だろ、じゃあもうそういう感じになりましたね。だからこう見つけなきゃいけないんですけど。あ、佐々木さん OK です。いい、OK です。いい、はい、あ、なくなっちゃった。あ、なくなっちゃいました。あ、別でいいか。そういう人助けてください。何、どこだ。雲が、よし、任せろ。玄関に雲が、玄関に、どこ、あいつ。あ、さっき降りたその湖近くのところ。うわー、さすが、うわー、うわー、さすがです。俺の土地からちょっとそっちまで戻りましょう。スナイパー現る。で、まあ、玄関にしたい場所を、やばい、たどり着く前に俺が召される。あ、最悪、俺も死にそう。最悪だ。そうっすね、このアイテム俺失ったら本当に発狂するからな。それじゃちょっと、何、そうですね、この松明を1個どかしちゃいましょうか。この一番前の2個、うん、ここと、やべ、やばい、超暴れてるやつ、はい、あとこっちです、ね、多分その辺もう近いんですよ、はいはい、近い、そうそう、あ、近い、あとこれもですね。もう一つ、あ、その機能があったから。じゃあ玄関ここにしますか。はい、右っす。じゃあここにポンポンって置いてもらえると思う、はい、足元に進めば多分元に、はい、あ、OK です、OK。 あ、ちょっと待って、どうやって、ちょっと、あ、そんなキノコあるんですね。あるかな。あ、そこれレアパターンの玄関ですけど。いや、その大丈夫だ、はい、俺に任せろ。ただそこで、どうした、長澤さん近くに帰ってきます、多分これ大丈夫です。あんだけ集めたのに。いいですね。いいですか。怖がりの玄関。もうこれ朝になったし。できたー。ちょっと待って。まあいい感じですね。じゃあちょっと見つけましょう。いい感じです。いい感じですが、うん、やっぱりこう、そして何もなくなった。落ちて屋根必要じゃないですか。屋根。屋根が。うん、どこ？だってもうちょっとこれ高さを出した方が、うん、今広いですか。ああ、いました、いました、いました。あの素晴らしい空間に。我が輩です。あると思うんで。どこ？我が輩デーモン。これは、あ、OK です。そしたらその山をまず登りましょう。どこ？ですね、
そしたら壁を延長して、その段差登ってください。もうだって石がもういいか色とか。あ、そしたら採取しに行きますか。いい。あ、それのそのまままっすぐです。そしたらちょっと素材集めに。ここか。そうですそうです。いい。ようやく。どうなってんだよもう。はい、まあまあそうですね。そういう意味はあります。やっぱ土台が石で周り木みたいな。なんとかいつなんとかたどり着きますか。これでどう、はい、屋根をって言ってなかった真ん中、まあ、とりあえずちょっと壁をそうですね、もうちょっと高くした方が、あ、OK です OK です、結局もでも殺されたからさ土7つしかない土7つ持ってきたよ、一生懸命土7個持ってきました、ありがとうございます、あーもうこれも強い方がだいぶ家っぽい、はい、おこの壁にくっつける感じで大丈夫でしょうか、よし、ちょっとどうやってそのカーソルを合わせましょうか、はい、ドア作りますか、じゃあここにそうだね、このしましょう、側面ですね、側面に合うかな、あ、合います、そしたら一回ちょっと置いてみてください、どこだ、ほんと、あ、そうです、オッケー、こっちです、ここです、あとはもうこれを繰り返していくだけの簡単な作業、私についておりますか、はいはいはい、あ、オッケー、ああ何やってんだ、じゃこれ処理しておきましょう、私がこれでこういうサポートはして、今ここ来たの、はい、登ってって、ああお家だ、で、あそこに変な棒、棒あるじゃないですか、お、開けてた、ああ、目印で叩いてました、そうですね、これは俺が、はい、右の方に、ね、家の方に棒立てた方が良かったか、ここに埋めて、あ、いい感じ、あ、落ちた、多分下からでもつけられますよ、本当、はい、多分この上に、うん、そこどこにあー、それを合わせれば、そうかそうか、作業台外だから、外でいいと思う、作業台が邪魔だな、あれ、はい、そうですね、すごい邪魔、まあ、最後でいいかもしれないです、ちょっと作業台は壊されないと思うんで、そう、あ、やばい、日が傾いてきた、あ、オッケーです、また来る、いいですね、まあ、最悪の松明借りましょう、いいでしょ、はい、いいでしょ、すごくいいです、あれ作れなかった、え、足りない、そしたら反対の、あ、そこも、あ、いいですね、いいでしょ、あ、でしょ、いいです、見えないんだよな、作業台で作業台を置きたいな、はい、で、で、作業台でドアがある、あ、OK です、そのまま、そうですね、それで作れそうなドアをそのままもうちょっと頑張ってくださいね、どこ、ドアは、そう、それじゃないですか、これ、あ、違うんだ、それラスト1個になっちゃうんです、おーい、下がいけないですか、下、ただもう土があるんで、もう土いっちゃいましょうか、土で、あれ、先生、どうだ、あ、どうですか、どう、石にがある、ここか、これだ、あ、これだ、これだ、あ、それ、それですね、え、何も作れないじゃん、あ、たぶんブロックをまず生成しないといけないんですよ、そうか、オッケーです、作れそうなブロックからまず生成してって、そのまま、そういうことです、はい、あ、これいっぱい作れる、いいね、あ、そうですね、いっぱい作る、作れるだけ作ります、怖いな、たぶん、あの、ドアがあるんで、ちょっと開けときましょうか、開けといて、はい、ドアに必要な素材が何これだ、あ、作れた、あ、よし、行きましょう、はい、はい、それで、あ、いいですね、この、あー、いい、これで、でここにいい、すごくいいです、そうです、そこに、はい、置く、置きましょう、そしたらこの、佐々木さん、この玄関を閉めると、あ、作りました、このちょっと上のところにスペースあるじゃないですか、あれ変なところに行ってきたよ、ドアのところ、奥まったところ、奥まったから、ここ壊そう、ドアのスペース、あ、そうですね、横、ドアの上のスペース分かります、逆転の、そこも、ちょっと隠しちゃいましょうか、あ、いいですね、いいですね、逆転の発想、さすがっすね、どうします、タイマーちょっと借りてみます、あ、OK です、なんか、あ、何でしょう、あ、掘っちゃいました、下、うん、あ、いいですね、はい、これでもう、ほぼできた、家です、いいね、家だ、あ、そうですね、ちょっと松明で借りていきますね、あ、そうだね、ちょっと、パッと盗んできた、あ、そう、パッと、ちょっと借りていきましょう、まずいです、パッと盗んじゃう、追い剥ぎが来ます、追い剥ぎが、玄関がちょっと、あまりにも暗いんで、そうだね、寂しいよな、そうですね、松明ないよ、おお、家の中で削るなちょっと最近泥棒されてますけど、何取られた、え、泥棒じゃないです、松明が松明が2、3本、おー、うち松明そんなないんだからさあー、取ってねえしそしたらちょっと窓もつけてみましょうか、え、窓っていうか、そのこれこの壁の、ちょっと暗くて分かんないから、真ん中あたりを削ると、うん、やべえ、なんか来た、あっしゃきたー、そうですね、どうやって窓作るの、ここ、まあどっか真ん中ぐらいの石のところを削ってみましょうか、
あ、ナオトさんすいません。真ん中どこいる？あ、僕ここです。わかります？いた、うん、はい。真ん中。同じとこにいるはず。真ん中を削るの。あ、僕じゃないですね。拠点に行こう。はい、あ、この僕の後ろ。あ、どこ？あ、オッケーです、オッケーです。こっち？そこを削ると。暗いんでわかんないですね、ちょっと。暗いよなぁ。暗いなぁ。ちょっと頑張って削ってみて。あ、ってそう。頑張ってる。はい。え？はい、おぉ。窓です。窓、できた。いいですね。窓もあんの？あと3分。あと3分。これ夜だからマジ危ねえ。できた。この辺じゃないですか？違うのかな？できたー。できました。なんでそっか。あとなんか装飾しましょうか、なんか。なんだよマジで。あー、ほらゴルゴ、ゴルゴ、ゴルゴ。ドア閉めてなんか来る。危ない危ない。行きます。すげえ、すげえ撃たれてる、助けて。ドア閉めてどうやって使う？ドアは危ない。 L2 です。あー、オッケーです。なるほど、ケツにモンスターがいる。どこを拠点？よし、できた。右っす、右っす。壁、壁、じゃあもうちょっと窓作ります？もういいっすか？ちょっと俺がやられる。俺たちの拠点どこよ？ちょっとほのかに明るいとこ見えません？俺たちの家？そのほのかに明るいとこのふもとです。あ、佐々木さん、木1個もらえます？何よ、ほのかに明るいところって。あ、その間の連絡木1個、いいよ。あります、すいません。あ、そっちじゃないですね、左の方。あ、木ないか。あれ、右上にちょっと光ってません？え、あ、左上か、左上、ちょっと明るい。まだ何してる？あ、ちょっと待ってくださいね。光ってないよ。ちょっと明るいです、左上が。ちょっと待ってくださいね。左上が明るいってなんだ？登りましょう。登ったよ。怖いな。よし、登ったよ。あ、ほらほら、左上がちょっと明るいじゃないですか。あ、あの辺、なんかトロフィー。あ、トロフィー、トロフィー出てきた。いや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 、なんか出てきた。もうさ、はい、寒くなってきたからさ、二重のドアにする。あ、いいじゃないですか、その、やっぱり北海道的な感じですね。あそこの麓っすね。作り的に。あれ誰んち？あれが、あの、佐々木さんのおじゃんで。なんで一緒に作らなかったんだろう、ね、そこなんですよね、うん、不思議なこと。協力してやるって話だったのにさ、全くもってなんか単独で説明の弟子がなんか本当に残念です。我々孤立しちゃいましたね。そうそうそう。あ、なんか、あたどり着くわり。いや、俺んちしかもゾンビにぶっ壊されたよ。あ、そう、クリーパースね、やられました。さ、最悪ですね。どういうことが起こるんだ。拠点すらも破壊してくんのか、あいつらは。なんすか、結局我々は拠点すらも作らせてもらえないんですか。佐々木さん、もう大丈夫そうですか。うん、あったかいね。もう、そうですね。なんすか、この格差は。火事になんないだけ、まあ、まだ素晴らしいですね。すごくあったかい。そうですね。ひどいよ。ちょっとこう、もうちょっと開いてるんで。なんで何回やられれば気が済むの、俺は。俺マジ、この1時間さ、何やってたの。何もできなかった。何も生み出してないよ。うん、あ、終わった。あ、ただただはぐれただけ。いや、これもう完全にアドバイザーの差が出たよ、お前。あ、俺っすか。よ、よかったよ。いや、ほんとそうだよな。真中よかった、これ真中だろう。これは素晴らしいゲーム。なんでバスコが俺についたんだよ、マジで。違うっす、当初のバスコあれだろ、クリーパーとかゾンビのとこにばっかり導いてたんだろ。ひどかったよ、見ろよ、俺。あ、すごい。佐々木化してるじゃないか。こんなに矢が刺さって。矢長、矢長だ。じゃ、違う、違うっす、当初の予定は、うん、あの、拠点に長澤さんがいて、素材集めは佐々木さんの予定だったんですよ。うん、で、その素材持ってきて拠点で作るものとかのそのデザイン的な指示は、うん、あの長澤さんがする予定だったんですけど、うん、早々にはぐれて見つからずに、うん、で、結局結果、真中は俺らを切り捨てて進行したために、うん、俺らがこういう目に遭いました、うん、あ、とりあえずは あ帰ってきたよ。え、マジっすか、うん、あ、来た。あ、おめでとう。もう傷だらけの傷だらけの兵士機関。じゃあ私もせめてそこに戻りましょう、最後には。よくこんなん作ったな。真中さんのね、的確な指示がね。これはもう佐々木さんが従順すぎましたよ、まさかの。いや、抜いてくれよ。いや、痛いよ。はい、まあまあ拠点は作れたってことで。はい、さあ。というわけでですね、なんとか時間以内にですね、拠点をできたね。立派だよね。いいですね、今立派あって。さあ次回はですね、この拠点から、はい、お出かけしてですね、また何か新しい、なんでしょうね、そのクリーパーたちを懲らしめたいね、ちょっとね。そうね、はい、ああ、閉じ込める場所とか作れないのかね。
いや作れますそこガチャって開けたらもうズワーって出てくるようなできますできます開けちゃダメだみたいなクリーパーの収容所みたいな収容所みたいな作りたいねパンドラの箱みたいなそうですね、うん、いいですねどんどんそこに送り込むじゃあ作りましょう次回は収容所本当かなということで以上ホリプロコムのお笑いゲーム実況でしたありがとうございましたうわーチャンネル登録してねいいねボタンも押してね GM コインおいいいサイト見つけたぞなんだいきなり GM コインだよ GM コイン GM コイン経由で 1% キャッシュバック使い方は簡単そう簡単 GM コイン